園尾さん準備はいかがでしょうかはい大丈夫ですそれではローンチパースタート現場の医療従事者ってのはやっぱりデータのために働いてるわけじゃない実は病院に入ってくる患者さんの3分の1は救急という場所を必ず通過して入ってきます何時何分に患者さんが倒れましたっていうデータを入れるなんていうことって存在しないわけですよね紙のメモを書いてでそれを今この時代でありながらホワイトボードに貼るんですね 電子カカルルテテっってて紙のカルテより全部面倒くさくさなってるんですね一時ログインしなきゃいけない結果僕らの時間の5割以上は書き物に費やされているだからデータを集めろって言ったって現場が疲弊しちゃうんでそうじゃなくってデータが集まる形を作るっていうのが僕らの責務なんだろうと思ってます皆さんこんにちは。 医療データで命を救うをミッションに活動しております TXP メディカル株式会社代表の園尾と申します私実は現役救急医でおそらく日本で唯一新型コロナの患者さんに実際にエクモを入れてあるいは人工呼吸器を入れて治療をしたという経験があるそんな社長でございますまず九百六十時間この時間が何を示すかイメージつきますかこれは一般的にカラオシラインとされている 月の残業の上限時間です続いて1860時間こちらは2024年から施行される医師の働き方改革における医師の残業時間の上限ですいかに医師の仕事が多忙であるかということを示す数値かと思いますその中でも特に過酷を極めるのが救急医療です患者さんがいつ発生するかわかんない不確実性 それから昨今では新型コロナ高齢化煽りを受けて日々逼迫した状況が続いていますしかしこのような私たち医師の業務のですね半分以上は実は書類業務ですこちらご覧ください医療現場では日々このような電話と紙のメモによる作業が繰り広げられています 実は電子カルテを導入している病院でもほとんど救急の現場ではこのような紙のメモを貼り付けたホワイトボードが情報共有に用いられています私はこの課題を救急医として解決したいと考えてましたその結果生まれたのが大病院向けの救急システム NEXTSTAGEER です まず、利用シーンをご覧いただきます。こちら実はドクターヘリに乗っていくというシーンなんですね。二桁。なんで二桁や。なん脈拍が七十の。血圧百三十の。ええー、八十九。 で私たちのアプリケーションが実際にこのように現場で使われているというシーンになりますでドクターヘリって実は空に登るとですね電波が通じなくなるのでそれまでの短時間で情報入力をして迅速に関係者に共有しないといけない非常にクリティカルな場面です度に私たちのネクストステージ e r にはさまざまな入力支援技術 AI 技術が搭載されています このような技術は例えば従来でしたら10回のクリックそれから20回のキーパンチが必要だった作業を音声コマンド入力という形でたった2回のクリックと1回の音声入力へ実現するあるいは画像の OCR という形でたった1回の写真撮影で代替するこのような技術にフォーカスして私たちは投資をしています。 こちらも実際のシステムです。レベル 200GCS223、えー、血圧 180−93 レート99サチュレーション89%酸素3リッター投与で99%呼吸24回うんと体温36.5度続いて画像の OCR ですね。 患者さんにつけているモニターと言われるものになります一見非常に地味な技術なんですねしかし現場から真の意味で歓迎されるのはこういった技術で実際にこのような状態だった病院の救急外来がネクストステージ ER 導入後はこのような形でエレガントに電子化されます私たちのターゲットとする市場です全国に 病院は8400箇所あるんですけれどもその中のわずか1割強の950病院でですね全救急車のうちの80%を受け入れています私たちはこのような救急医療に力を入れている病院をターゲットにビジネスを展開していますこれらの病院には実際に診療報酬上の優遇措置もあって国からもバックアップを受けているという状況です 我々のネクストステージ ER 大学病院11カ所をはじめとした全国36カ所の大病院に導入されています36カ所というとイメージが湧きづらいかと思うんですけれどもこれらの36カ所の病院だけでですね救急車30万台それから救急患者を年間100万人受けていますこれらの患者さんの情報がすべて私たちのネクストステージ ER 上に積まれます 私たちのプロダクト初期費用250万円月額15万円のサブスクリプションモデルですおよそ毎年2倍超のスピードでですね導入病院は順調に増えています私たちはネクストステージ ER を通じて構築した病院医師のネットワークを通じて今後製薬企業等に向けた医療データに関わるビジネスを広く展開していくことを目指しております ありがとうございました。はい。そのさん、ありがとうございました。